餃子は食べれてないんですけど、ニラそば食べれました。やったー、美味しかったよ。うどん県から来たけど、おそばもいいね。もう一つ来てよかったなと思うのは、このステージね。私もいろんなところに行って演説しますけど、これは農業用の素晴らしいね、農業用コンテナ。やっぱ TPP も反対してよかった、私ね。でも何よりもこうして集まった田辺隆夫頑張れと集まってくれた皆さんとお目にかかれて私は嬉しいです。今回の選挙、本当に大切な選挙です。憲法7章は先ほど福田先生からありましたので、私はぜひ田辺隆夫さん通していただいて、政治の流れを、政策の変更を田辺さんを通すことによってしてもらいたい。今安倍さん何て言ってますか。アベノミクスをさらに深していくって言ってるんです。深す深すってね、お芋だったら深したら食べれますけど、安倍さん今アベノミクスを深すって言ってるんですけど、何を深そうとするか分かる人います？分かんない。だってアベノミクスも第一の矢、第二の矢、第三の矢って、どの矢深そうとしてるのかよく分からないし、多分本人も自分が何言ってるか分からなくなってる。いや、そうなんですよ、ね、で私申し上げたい。よくね、我々野党とか民進党は対案がない、もういくらでもありますよ。そうなんです。で、多分安倍総理は今アベノミクスを深す深すって言ってるんだけれども、空ぶかしもいいし、で多分ね、もう矢も折れてしまってるの。全部矢は折れてるわね。飛んでいったのも、もうどこに飛んでいったか分からなくなってる。そんなの嫌だ。だから野党の批判しかできなくなってるんですよ。あれほど私は国会で質問立ちますけど、人の悪口ばっかり言ってる与党の党首、内閣総理大臣、初めて見ましたよ。え、まあ野党はある程度政権の問題点を指摘して、ここがおかしいっていうのは仕事ですよ。でもね、一国の総理、与党のこんなに数を持っている党首が口を開けば人の悪口、野党の批判、もっとせっかく総理大臣なんだから未来を語ってくださいよ。そうだ。総理大臣が未来を語れないなら私が語りましょう。お願いします。3本の矢が折れてしまって使い物にならないんだったら、もうそんな矢を吹かしたり飛ばしたりするのはやめてもらえない。その代わり我々は皆さんの暮らしを、生活を支える3本の柱をしっかりと立てていきたいと思います。まず1つ目の柱、年金が危ないんです。皆さん今頼みもしないのに株式投資を増やして、年金の積立金1年間で5兆円も減らして、私の2月15日の国会質問に対して、株が下がって積立金の運用が悪化したら、国民の皆さんの年金を減額して調整するしかないと答えたんですよ。そうだ、ひどいな。議事録残ってますから読んでください。とんでもない、ね、なんでアベノミクスの犠牲になって皆さんの年金減らされなきゃいけないんですか。そうだ、減らない年金、むしろ我々は低所得の年金者に対しては月額最大5000円、年間最大6万円で年金を加算していきますから。お願いします。安心して暮らせる生活保障がしっかりした年金制度にきちんと安定財源の中で実現していきますから。そうだ。まず一つ、減らない安心できる年金制度を作ります。これが1本目の柱。2本目の柱、今日もいろいろ回ってた。そしたらもう安心して農業を続けられない農業者の声も聞きました。子供たちに
孫たちに安心して引き継いでいく農業がなければ、地域も農村も、そして地域社会全体が消滅してしまいます。だから我々は、与党時代に大変これは農家の皆さんからも評判が良かったし、実際所得を上げることに成功した農業者個別所得保障制度をもう一度復活として、米価の変動や価格の変動に関係なく営農継続できるようなきちっとした所得を農家に保障して、安心して農業を続け、安心して規模拡大できる基盤をもう一度復活させます。これが2本目の柱、そして3本目大事な柱です。今子どもの貧困、子どもたちの学びの格差がどんどん広がっています。子どもは生まれてくる家や親を選びません。でも全ての学びたいと思う子どもたちに我々は学びのチャンスを保障しようと思います。高等学校の無償化を実現しました。次は大学です。返済が不要な給付型の奨学金を創設をして、どんな子どもたちにも、どんな家の所得であっても関係ない、希望を持って安心して大学に進める、その基盤を我々はしっかり作ります。今子どもたち大学に行ってる約半数が奨学金をもらって、社会に出た途端に300万、600万、800万こんな借金を抱えて社会人1年目を始めるんです。それで今雇用の4割は非正規雇用、女性はもう半分に1人が、2人に1人が非正規雇用ですよ。奨学金を返そうと思っても不安定な職や不安定な給料の中では返済もままならない。そんなことで夢のある子どもたちの未来を作ることはできません。我々今申し上げた安心できる年金制度、次の世代に引き継げる農業政策、そして全ての子どもたちに学びのチャンスを保障する給付型奨学金の創設、この3本の柱をしっかり立てて、その柱の上に全ての人が安心して暮らせる大きな、そんな社会という家を建てていきます。安倍総理が語りたくても語れない、やりたくてもやれないような安心できる公平な社会を実現するためにも、政治を、政策の流れを変えていかなければなりません。そのためには田辺隆夫、ここ栃木から、鹿沼から、どうか皆さん国政の場に押し上げていただき、この優れた有能な人材に働くチャンスを与えてください。それが私玉木雄一郎、今日ここに来て皆さんに申し上げたい唯一の願いです。あと残り1週間を切りました。最後の最後まで田辺を頼むと、その声を、支援の輪を広げていただきますことをお願い申し上げまして、私玉木雄一郎からの田辺隆夫に対する応援の挨拶といたします。頑張りましょう。